はいどうも、ケイキングです。今日はですね、FFB 厳選層やっていこうと思うんですが、来ました。この時が。もうね、サムネ出してるかもしれないですが、これです。シードね。はい。限界突破、素材ね、溜まりました。まあ一応ね、もうコラボ終了ね、まあもう近いんですよ。15日までで、なんですかね、インしたらさ、もうドンって、まあ終了まで、みたいな、もう出てるじゃないですか。あれね、まあ、ギリギリ、まあ、ギリギリでもないね。あと2日あれば、まあ、もうちょっとかけら集めることができたかもしれないですね。この前ね、追いがちやったんでね。それでね、ちょっと集めて、はい。無事ね、集まりました。ということで、限界突破したいなと思います。はい。これでね、99までレベル上げることができて、さらにね、トラマスゲットと。さあ、マント来ました。マントの性能がね、こんな感じ。いや、これ嬉しいよね。これむちゃくちゃ強いじゃん、これ。いや、これでね、だいぶ強くなりますよ。はい、そして、ジョブのね、レベルなんですが、すべてね、12までも上げてったんですよ。で、ここからね、また、上げることができると。ちょっと今、金欠なんですよね。待って、ちょっと。このままにね、しておくんですが。いや、嬉しいね、これは。はい、ということで、今日はね、まあ、報告、まあね、完成したらね、報告するっていう話をしてたので、まあ、報告と、あとのね、コラボキャラとかをお見せしたいなと思います。はい、とりあえず、まあ、指導はね、覚醒、限界突破、まあ、完成と。で、ジョブレベルはすべて12、12、12。まあ、今からね、上げていきます。はい、で、何回かね、動画も出してるんですが、ガフガリオ。まあ、これ限界突破ね。もう覚醒終わってます。はい。プラス、ジョブのところもね、もうこれも終わりと。15まで上げてます。で、ラムザもレベル88まで来ました。で、限界突破覚醒。これも、ね、完成しています。ジョブレベルは14、14、13です。で、シドもね、完成ということで、タクティクスのキャラはね、すべてトラマスゲット。はい。あとはね、まあ、ザザンとかね、ゲットしてるのはザザンと、ヤシトラ、そしてモント。はい、ここまでです。取ってるのはね。あとはね、エトアも取ってます。で、まあ、最近はね、タクティクキャラはある程度ね、育成も終わって、まあ、まだレベルをね、もっと上げないといけないんですが、プラスね、エトアの育成もね、やってます。レベル85まで来て、ジョブレベルもね、まあ、前回よりもグッと上げました。まあ、まだちょっと低いんですけどね。12、9、9まで。まあ、これでね、最初にさ、リリースした時にさ、コラボの情報とか、まあ、出てて、タクティクスをコラボ決定みたいな、出てて、まあ、その時にね、タクティクスのキャラは、まあ、絶対育てると、いう話をしてね、これでね、もう完成しました。ほぼね、あとはもう育成するだけなんですが、いや、嬉しいね。で、その何キャラもね、育てることができないじゃないですか。こう、キャラたくさんいても、まあ、ちょっと素材的にね、厳しいんですよ。この FFB の厳選層は。なんで、絞ってね、育てないといけないので、まあ、ここだったら、まあ、クリスマスのマッシュリーまでですかね、この79の。限界突破3、覚醒は6終わってるんですが、まあ、ここまで、使うのは、とシドまで。こっから右はね、ちょっと今から育成、するというよりもね、まあ今のこのメンバーを鍛えていくって感じですかね。で、ここからまたね、まあコラボ来るかもしれないですし、まあコラボもさ、まあ今回タクティクスだったじゃないですか。で、俺ファイナルファンタジーシリーズの中でタクティクスが好きなんですよ。で、ナンバリングの中だったら6が好きなんですが、6、まあ8、まあ10かな、ちょっと難しいな、10か4か、ちょっと難しいんですが、そういうね、まあ順番なんですよ。なんでその辺のね、また、6のキャラ、とかさ、まあ、ロック、ティナ、まあ、セリスね。で、カイエン、まあ、シャドウ。まあ、どれでもいいんですけどね。まあ、ケフカでもいいです、ケフカ。ケフカもいいじゃん。FFB だとね、ちょっと、話それるんですけどね。俺、FFB のね、正月にね、福袋があったんですよ。だいぶ前ですよ。あって、その時、ケフカ当たったんですよ。あれが最高に嬉しかった。ということで、こっちでもね、ケフカ、来てくれたら使いたいよね。まあ、あとは、バッツとかさ、5の話ね、5のバッツとか、まあ、セシル、4の。
うん、まあその辺とか来たらまたちょっとパーティーをね考えたいですね。まあ当分はね、タクティクスやっと揃ったんでね、タクティクスのメンバーかモントか、モントプラスタクティクスメンバーって感じですね。今のパーティーはモント、フェデリカ、タクティクス3人にしてるんですよ、あのクエストとかは。でフェデリカは、UR 初期の UR、 あ途中か、途中追加になって、まあ、UR 何に育てようかなと言った時にね、このフェデリカを選びました。最近どうすかフェデリカ。俺ねいつも使ってるんですが、ちょっとさくっついてさ、 AI のバトルの話ね、あのギルドバトルとかくっついてやられることあるよね結構ないどうしようかなと思ってる最近。いや強いんですけどね、かなり強いんですが、はい、一応まあ下の方はこんな感じで、今がですねギルドちょっと見せとこうかな。今ねギルドこのゴールド3ってところでね、まあ戦ってるんですが、まあ昨日はちょっと負けちゃったんですけどね、戦ってまして、まあやっぱりね、育成の話で言うとね、まあ絞った方がいいよっていうね、あの動画を上げたんですが、素材がねやっぱ手に入る素材も結構きついですからね、決まってると数が、やっぱりねエンゲルベルト、こいつが強いわ、こいつは強い。まあ、前回もね、UR こいつ強いって話したんですが、こいつ強いわ、もう間違いなく強いで、リーグ上がってくるとね、こいつをゴリゴリに鍛えたやつが出てくるんですよ。結構もう限界突破っていうかさ、レベルも99まで完成してるみたいな、むちゃくちゃ強い手も足も出ねえこいつ本当に。これとなんかプラスなんかフェデリカとかね組んでたりとかして、むちゃくちゃ強い方いますね。また、あ、回復も結構きつかったりもしますね。なんでタクティクスのキャラとかね、まあそういうのなんかちょっとこだわってないよという方でね、まあ UR どれかだったら、まあこいつはかなりおすすめですよね。やっぱね、ギルドとかでさ、まあ俺より強い方はまあむちゃくちゃ多いんですが、俺結構ね、下の方っていうかね、なんですよ、微妙なラインにいるんですよ、いつも。で、まあ強い方ね、たくさんいるんですが、やっぱここがね、やっぱ嫌だという話をしてますんで、きついね。で、まあ、モントはね、まあ、今でもね、十分に、戦えますね。ただ、まあ、タクティクスのキャラがやっぱ強いですね。一撃が強いわ。特に指導がね、俺のやつはまだね、まあ、なんとも言えないというか、まあ、微妙なところなんですが、育成しっかりしてる指導はね、かなり強い。ただ、まあ、今回マント手に入れたんでね。はい、まあ、そんなところですかね。で、今ですね、ちょっとギルド1枠空いてるので、募集したいなと思います。ちょっと1名だけなので、まあ、早いもん順っていう感じで、コメントのね、一番早い方で、いきたいなと思います、今回は。はい、一応ギルド情報なんですが、こんな感じね。今人数が26人。27人、26人。まあ、1枠空いてて、まあ、ゴールドの3ってところで戦ってます。で、ランクは60以上。60以上の方、よろしくお願いします。まあ、特に、まあ、ギルドバトルね、まあ、結構楽しんでやってるんですよ。きついとかね、ああ、これ勝てんかったとか言いつつね、やってるので、ギルドバトルに参戦できる方。これも大事です。第一条件みたいな。ランク60以上でギルドバトルね、参加できる方。ギルドバトル、これですね。で、これがね、3キャラ使うんですよ。まあ、左にこう3キャラ出てるじゃないですか。で、こんな感じで3キャラ使うので、まあ、3キャラをね、まあ、ゴリゴリに育ててる方だったらありがたい。で、こう見ていくとね、まあ、俺はもう下の方なんですよ、これ。下の方にいるでしょ、結構ね。しかもそれ、魔力が高いわけでもないっていうね。でもね、なんだかんだね、楽しんでやってると。はい、
なので、ぜひね、よろしくお願いします。まあ、あとはね、タクティクス好きな方、とかもね、いますし、まあ、ロマサガっすね。ロマサガ好きな方っていうかね、まあ、やってる方もね、います。はい。まあ、そんな感じでね、気軽によろしくお願いします。はい。ということで、まあ、今回はここで終わりかな。まあ、またね、ちょっとこいつだっていうのが来たらね、また行きますんで。がっつり、がっつり行くかもしれない。かもしれない。このタクティクスのキャラを超えれるやつが来たらって感じですね。はい。ということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。